長後孫史寺は奈良県三駒郡へぐり町史寺山にある史寺山新言州の総本山の寺院。本尊は美写門店。史寺山寺とも称し、一般には史寺山の美写門さんとして知られる。初詣や虎祭りは多くの参拝客で賑わう。新仏集合の名残から境内には鳥居も並んでいる。世界一福虎と 本堂長後孫氏寺は、山和国と河内国の境にそびえる伊駒山地の南端に近い奈良県側の市議山の山腹に位置する。当時の創建について、伝承では、美達天皇を11年に、虎の年、虎の月、虎の日、虎の時に四天皇の一つである、美沙門天を、聖徳太子が監督し、後に、その加護によって、物のノベモリアに勝利したことから、 陽明天皇2年7月3日に、聖徳太子は自ら刻んだ、美写門天を本尊として、当時を創建し、信ずべき、尊ぶべき山と名付けたとする。また寺の至るところに、張り子の虎が置かれているのは、その逸話に由来している。演技10年には中高である、明蓮商人によって、伽藍が整備される。また、病であった。 第五天皇を明蓮が治癒したことから天皇によって、長病安穏、守護国土、子孫長久の祈願寺とされ、長後孫子寺の直後を賜った。寺に伝わる国宝、杉山縁起絵巻は、平安時代後期、12世紀の成立とされ、日本の絵巻物の代表作とされている。この絵巻は、通常の謝辞縁起絵とは異なって、 長後孫子寺の創建の経緯等については何も述べておらず、市議山で修行していたひじりの妙蓮の奇跡端が中心主題となっている。絵巻の中間では、演技の帝の病を妙蓮が法力で治したという話が語られている。市議山縁起絵巻の言葉書きとほぼ同様の説話が、宇治周囲物語にあり、根弱物語にも、 死山寺の早々に関する説話が収録されている。平安時代末期に成立した歴史書、不創略記の延長8年8月19日上には、河内国式の山寺中の社民妙蓮が、醍醐天皇の病気併与のため祈祷を行ったことが見える。なお、当時醍醐天皇の病気は相当進んでいたようで、1ヶ月後の9月29日に死去しており、 この点は、説話と異なっている。なお、四季山は、山和国と河内国の境に位置し、長後尊氏寺の住所は、奈良県であるが、宇治周囲物語、不創略記には、河内の四季と、表現されている。以上のことから、第五天皇の時代、平安時代中期の十世紀頃には、四季山に、美沙門天を祀る世があり、修行像が住んでいたことは施行される。 戦国時代には、木沢長政によって、市議山頂に、市議山城が築かれた。天正五年に、道場の城主、松永久秀と、織田信長の間で市議山城の戦いが行われて、久秀は滅亡し、当時も、道等六十四境が全勝する。慶長七年に、豊臣秀頼が本堂を再建し、慶長十五年には、伽藍の再興が完成した。 1951年、本堂が消失するが、同年には、高野山真言宗より独立して、四季山真言宗を創立している。1958年には、本堂が再建され、落景法要が行われた。戦いの神である、美写門天を本尊とし、戦勝祈願の古事があることや、虎を守り神とすることから、阪神タイガースの選手やファンが、 必勝祈願に訪れる。四季山縁起絵巻、山崎長者の巻より、蜂に乗って空を飛んでいく蔵、驚いて、後を追う人々。ありがとうございます。